日高さんのおうちでラジオ @YouTube。 皆さん、毎日暑いけれどお元気ですか？日高のり子です。梅雨が明けて本当にいいお天気の日が続いている東京なんですけれども、でもね、なかなか私は梅干しが干せなくて、本当に割とね、この7月というのが、星占いで見たらこの7月のことは、例えば新しく何かが開けるとか、あなたにとっての繁忙期となるとか、なんかそんな風に書いてあるんじゃないかと思うくらいですね、目まぐるしき日々を送っております。でもね、元気に過ごしているので安心してくださいね。お仕事のたんびにですね、まあいろいろこう検査を受けたりとかもするんですけれども、やっぱり PCR 検査を受けて陰性っていう答えが返ってくるとね、ちょっとやっぱり嬉しいなっていうふうに思います。そして私も来週あたりに2回目のですね、ワクチンの接種も受けるということで、予防接種が終わったらまたまた安心なのかななんていうふうに思っておりますね。こんなふうに急に暑くなってしまう本当に熱中症の心配もしなくちゃいけないなと思うんですけれどもね、特に外を歩く時間が長いお仕事をされている皆さんは本当に、時々ね、例えば何でしょう、フラットですね、暑いなと思ったら、ちょっとなんかの百貨店の中に、通り道のところの百貨店にこうちょっとプラーと寄り道をしたりして涼むとかですね、なんとなくこう自分の体を健康に保つね、そういう何でしょうね、安らぎを与える場所をね、見つけていただきたいなというふうに思います。とにかく皆さんお元気でお過ごしください。それから踊るさんま御殿、もうちょっとね日にちは経ってしまいましたけれども、さんま御殿の方をご覧いただいた皆さんもありがとうございました。さんま御殿についての感想も届いてますのでご紹介したいと思います。こちらは大阪府のちゃちゃちゃの茶太郎さん。踊るさんま御殿拝見させていただきました。日高さんの笑顔がまぶしくてすごく良かったです。さんまさん、日高さんの声で毎朝目を覚ましてはるんですね。羨ましい限りです。日高さんの声なら絶対遅刻ないだろうなって。この目覚まし時計のお話ですよね。それについてはですね、もう一通届いてますね。埼玉県ののんこのパパさんから。さんま御殿見ましたよ。さんまさんが今でも日高さんの声で起きているお話、自分のことのようによくわかりました。声は魔力ですよね。新世代声優さんの爆笑トークの中、のんこさんはキラッキラの笑顔で我が子を見守る母のよう素敵でした、ということでありがとうございました。そう、私もね、初めましての若手ちゃんたちもいらっしゃったりとかして、まあそういう彼女たちがね、どんなお話をするのかなっていうのはすごく興味深かったりとかして、でも私的にツボだったのは竹田さやなちゃんのへってやつですよね。私ね、本当はそれ私に振ってほしかったの。私ね、やってみたかったの。さんまさんがこう流れでもってきた中でもって、その一回さんまさんがそれがいいと思ったものをもう一回繰り返すっていう、よくバラエティ番組を見ているとね、さんまさんがこうそこはやるやろうみたいな感じでおっしゃるじゃないですか。で、あれをね、私に振ってくれないかなと思って、あれやってみたかったから、すっごく心の中でね、あーやなちゃん羨ましいなって思いながら見てました。で、さんまさんが使ってくださっている目覚まし時計は番組でプレゼントしたもので、でそれで私の声も録音されてるんですけれども、文字盤のところには足立満先生の直筆のイラストで、明石家さんまさんお誕生日おめでとうございますということで、さんまさんのお誕生日プレゼントにということで入れさせていただいたものなんですよね。そうだから、会うたんびにあなたの声で今も起きてますよって、まだ使えるんですよって、多分あれを録音したのって今からもう10年ちょっと経ってるんじゃないかなって私思うんですけれども、本当ね、これからもね、壊れることなくさんまさんの朝をね、優しく起こしてあげられてたらいいなというふうに思っております。日高さんのおうちでラジオ、おうちでラジオ、おうちでラジオ。
さあ続いてのメールは大阪府のゆいちゃんからいただきました。ノーフェスのオーガニックコットン T シャツ注文しました。カラーは迷った結果黒にしました。ライブ配信で見た時から可愛いと思っていたので、のんこさんたちとお揃いの T シャツが購入できてとても嬉しいです。いつか今の状況が落ち着いて関西でもライブやイベントをしてくださる機会があれば、この T シャツを着て参加させていただきたいなと思っています、ということでありがとうございます。やっぱりこうなんか私のグッズをね、皆さんが着てくれるっていうのはすっごく嬉しいことで、私自身もね、自分のキャラクターの T シャツとかもね持ってるんですよ、いっぱい。タッチのそのユニクロコラボ T シャツっていうのも何枚か買いましたし、で新品の時に1回ずつ衣装みたいな感じで着て、でその後はですねお家用にこうお下がりになるわけなんですけれども、でもちょっとなんかピンポンって宅配便の方がいらっしゃったりとかすると、この T シャツで出ていいのかっていう迷いはあったりとかしますよね。で、まあ、買ってねまだ1回も着てないのがセラマスミちゃんのね黒のパーカーなの。イベント、映画のヒーローの弾丸のイベントがねあった時に、その何でしょう、ラフな感じのイベントだったら革ジャンの下にそのパーカーを着て出てもいいななんて思ったりして用意したんですけども、でも用意してからもう随分経つけれども、まだビニール袋の中に入ったまんま出てきてないっていう感じでしたね。あとはテレビで着たほらランマのスタジアムジャンパーでしょ。あとねアンパンマンの私実は持ってるんですよ。あとは桜大戦のパリ花組のライブの時に防寒着を結構ね作ったりとかしていただいたんですけれども、それもうちにあるんだけど、なんか近所に買い物に行くときに着たいなと思うんだけど、やっぱりそれやめておいた方がいいんじゃないっていう家族からの止めも入ったりとかしてですね、なかなか着られないんですけれども、ぜひ皆さんにはですねたくさんたくさん着ていただけたら嬉しいです。ノンフェスザコンサートのオーガニックコットン T シャツですけども、ただいま発売中でございます。それからのりこひだか 40th anniversary スペシャル CD ブルーミングナウですね、こちらの方も今発売中でございます。でこの CD の方はですね、今ファンクラブのね会員さんのみという形の販売になっているんですけれども、今ですねそのスマイリング会員以外の皆さんにもご購入いただけるように準備しておりますので、もうしばらくお待ちくださいね。さあこの後、日高のり子オフィシャルメンバーズスマイリングの皆様だけにお送りする特別編、日高さんのおうちでラジオアットスマイリングでは、7月28日文化村オーチャードホールで開催される桜大戦25周年オーケストラコンサート田中康平40+1周年記念、最新情報をリハーサルの様子と合わせてご紹介します。日高さんのおうちでラジオアットスマイリングを聞くには、オフィシャルメンバーズスマイリングへの会員登録が必要となります。この機会に登録をお願いいたします。ではそろそろお別れのお時間となりました。今回もお聞きいただきありがとうございました。次回の更新は8月5日の予定です。お相手は8月9月10月と刺激的なお仕事が続々と決定して、ただいまパニック状態な日高のり子でした。この後新コーナー開始のお知らせがあるのでご覧くださいね。日高さんのおうちでラジオ@YouTube。